こんにちは、小林幸子です。始まりました、小林幸子は YouTuber。 ババ、さてさて、今日はですね、幸子さんの、今まで初めてシリーズをねえ、どれくらいやった、ね、初めての経験たくさんやっていただいてる中で、いや、考えてみると、幸子さんまだまだ初めましてあるだろうなと思って、コンビニで売っているパスタ、幸子さんちなみに召し上がったことは、コンビニ、これはないんですけど、例えばスパゲッティ茹でて、であのソースだけほら、それは自分で、それはしょっちゅうやるけど、そうですね、でも、うん、はい、ありがとうございます今回はコンビニで売っている、すでにもう出来上がっていて、レンジでチンするだけのパスタ、今日はですね、セブンイレブンに限定してパスタをご用意しました。まず幸子さんから見て左手側、じっくり煮込んだミートソースパスタ、ミートソースね、ね、そしてその奥行ってほうれん草とベーコンのバター醤油パスタ、あ、これ美味しそうだね、で今度その、手前側行って粗挽きソーセージの麺大盛りペペロンチーノ、大きいよね、そしてその奥に行ってベーコンとケチャップソースのナポリタン、あ、これこっちですね、ナポリタンね、これ王道だもんね、子供の頃からね、はい、そして最後キノコクリームスープパスタ、なるほどね、スープパスタまで売ってるんですよ。でもさ、なんかこう、ゆで大丈夫？いや、歯ごたえとかやっぱね、はい、アルデンテが、アルデンテじゃないでしょ、だから。騙されたと思って食べてください。ちょっと騙されてみる。ラスボス騙したからな。ちなみに僕は今その幸子さんの向かって中央にあるペペロンチーノは、これ本当に僕大好きで、1週間のうちに2回ぐらいは食べてるんですよ。そうか、これが大好きなの。へえ。なので今日は幸子さんにそんな初めてのコンビニパスタを召し上がっていただいて、正直に忖度嘘なく感想を言っていただきたい。私正直なもの。リアクション分かりやすい。これおかしい。リアクション分かりやすいですか。分かりやすい。じゃあ早速召し上がっていきましょうか。はい。ちなみに幸子さん、パッケージと今こう見える感じではどれからいきたいと思いますか。そうですね、じゃあ一番絶対っていうのは、私食べたことがないからちょっとこれ食べてみたい。これ美味しい、じゃあまずは一品目、はい、粗挽きソーセージの麺大盛りペペロンチーノから。ペペロンチーノからでですね、これレンジでチンしないと美味しくないんで。そうなのね、はい、ちょっとレンジでチンします。はい、レンチン。二品目もちょっとレンジでチンしちゃおうかと思いますので。そうですか、二品目だから。じゃあこれだ。あ、ナポリタンの次、ナポリタン取っちゃっていいですか。じゃあナポリタンを、秋先生に、はい、秋先生調理してもらいます。調理してもらいます。チンだけだもん。チンだけだもん。いや、普通にしましょう。それでは失礼いたします。あ、佐藤さん来ました。来ました。どうぞ、お召し上がりくださいませ。失礼いたします。秋さん、そんなね、レストランじゃないんですよ。一応レストランっぽく出してみました。おお、はい、熱々です。熱々、熱々。おお、ではオープン。オープン。わー、おお、すごい、ガーリック、あらー、うーん、さっき酔っ払ってみてやりますけど。では、はい、いただきます。芸人なんですよ、やってることは。顔上ない。うん、グー、うまい。ペペロンチーノ、おいしい。結構大きいですよね。いいよ。あ、あ、おいしい。おお、あ、もうソーセージおいしい。うん、おいしい。絶対おいしい。ちなみに、心配なさっていた麺の硬さはどうですか。ちょうどいい。全然今心配してなかった、今。さあ、初めてのコンビニパスタペロンチーノ、点数は85点。おお。一発目からなかなかいいケース。なかなかいいです、これは美味しい。では、続いてですね、はい、ベーコンとケチャップソースのナポリタン。はい、私も本当に麺類大好きだから、すごく今日は嬉しい。嬉しい。自分でも麺類作るわ、本当に。だって常にお家になんかあります。お蕎麦があって、あと冷凍うどんがあって、で、へぎそばとかもね。ああ、丸亀製麺さんがまたぜひ来てほしいと、こんなで連絡ありました。本当ですか、はい、丸亀製麺
飲むの？飲むの。さあ、そちらのナポリタン。ナポリタン。お召し上がりください。おお。熱々。おお。ナポリタンだ。ちなみに今日のお洋服はナポリタンみたいな。そうなんですよ。同じ色になっちゃって今どうしようかな。こぼしても分かんない。跳ねても大丈夫。そういう問題じゃない。はい。全く裏切ってない。あのこれね、ちょっとすみません。三上さんどうぞ。ミントついてないのかなっていう。ミントなんか昔ついてるのとかありましたよね。確かに。上に蓋に後掛けできるやつ。されてもいいですね。でもこれ1個セブンイレブンさんにあの要望を出す改善点が見つかりましたね。粉チーズをつけてください。ちょっとね。あってもいいかな。これ美味しい、美味しい。なんか懐かしい味もあるんだけど、おしゃれなスマートなこの味はいい感じよ。うん、美味しい。美味しい。うん、よかった。これはいいわ。さあ、そんなナポリタン、懐かしさもありながらも最近のおしゃれさもある。うん。100点満点中点数は90点。おめでとう。おめでとう。まあ、自分が好きだってこともあるし、懐かしいってこともあるしね。おしゃれだな。でもペペロンチーノ超えちゃうんですか。あれー、もうこんなことあったよ。個人的な私に聞いてんの、私が答え出して怒られてどうするの。そうですね。さあ、続いては、はい、お、来ました。はい、こちらですね、ほうれん草とベーコンのバター醤油パスタです。おお、色がね、いいね、これね。ね、緑が入ってね。いただきます、開けます。おお、まさに和風。和風あっはぁ。いきなりパリピな感じになりました。さあ、今までとはまたちょっと違う系統のパスタでございます。違いますね。あ、すごい。あ、だからお醤油のほら、あの出汁がね、下に。それでベーコンでしょ、はい、ねえ、お醤油、おいしい、いいの、お醤油、うわぁ。味的にはいかがでしょう。グー、うん、これはね、あのいつまでも食べられそうな感じですよ、ね、和風の味だから女性は好き、これ。あ、絶対男の人にはちょっとパンチが足んなくて。なるほど、絶対にね。そんな初めて食べる和風醤油パスタ、ズバリ点数は80点。おお、なかなか85、80の違いってのはちょっと微妙だけど美味しい。でもパンチという意味ではちょっとなんか欲しいかなって思う。でもとっても美味しいです。女性にも最高だと思います。続いての商品で、ちょっと今までと毛色が変わって、キノコクリームスープパスタでございます。よいしょ。あー、いい匂い。はあ、キノコクリームほっと一息。いいわ、これは美味しい。結構匂い強めですね。強いですね、これね。いや、美味しそうだな。美味しそうだ。あ、まだスープか。スープかね。おー、コンビニのパスタでこんな味が出るんだ。すごいね。あの、飲み終わったクリームの香りが後からハッてくる。すごくいい。さあ、では麺の方。優しい。食べた瞬間じゃなくて、食べ終わってからの方がわーっとくる。すごくいい。濃厚な証拠ですね。すごく。で、くどくない、全然。これはくどくない。優しさ的にはさっきの醤油パスタとどちらが。全く違う、別物。だから何とも言えないけれど、あれはあっさりしてる。でもこっちはちゃんときちんとあのクリーミーな部分がそれでとあっさりしてる。あ、すごく。九州の男と北海道の男ぐらい違う。どう違う。三上さんが乗ってきてくれないですね。三上さん
そうねって言ってくれると思ったんですけど、こっち全員そう、どういうこと。じゃあ北海道はどんな感じなの。いやいや、北海道の方は色白でおとなしい感じで、ただ九州の方はもうザ・九州男児っていう感じで、てやんでみたいな。てやんでは、てやんでは、てやんでは、いるでしょ。そんなに深い意味はなかったんで、これ以上掘り下げないと楽しい。そんなにみんなから責められると思ってなかった。いやもう、いや、さつこさんがそうねって終わるはずだったんですよ。リードせえよ、そんな。さあ、さつこさん、はい、そんなクリーム風の酸っぱさ、うん、ズバリ点数は90点。おナポリタンとドドコ。さあ、そんな90点を出したスーパースター、はい、次で最後です。はい、出ました、こちら王道も王道ミートソースです。では早速、はい、開けていただいていきます。オープン、オープン。おー、ミートソースだ。あー、いい匂い。あー、ミートソース、いい香りする。あー、そうですか。そうです。一旦香りはそれで、もちろん、もちろん香りはそうですか。さあ、では早速いただきます。ミートソースをお召し上がりください。では、いきます。意外と甘い。おお、甘いやつ、甘い、はあ、それから、もっと具が欲しい。まあ、美味しいもん、うん、美味しい。あの、ちなみにやっぱりリアクションすごく分かりやすいんですけど。では、はい、一応聞きますが、今召し上がっていただいたミートソースパスタ、ズバリ点数は80点。おお、あれっていうことにしました。しました。あー、なるほど。忖度なしだと75点。おー、ちなみに点数、まあ、一番低かったですけども、うん、改善ポイントはどちらでしょう。おいしいんですよ。おいしいんだけど、やっぱりあのもう少しこうググッというものが欲しいな。確かに。ミートソースってほら、ちょっとゴロ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 感が全くないのが、なんか、こうしちゃうと焼きそばに見えちゃったりなんかするけど、まあまあ、味はおいしい。ということで、今回あのセブンイレブンのパスタをお召し上がりいただきましたけども、はい、まだまだ他にもいろんな商品、まだいっぱいあるんだ。それこそ王道もいろんなオードもあったりする。私もう本当に麺類好きだから、ぜひこのシリーズお願いします。さつさん、ちなみに、はい、あの残ったパスタはスタッフで美味しくいただくんですけども、はい、あの僕ちょっとやってみたいのがあって、何このパスタ全部混ぜたらどんな味になるのかっていうのを。やめた方がいいよそれ。でもきっとね、新しい味になると思うんですよ。なのでちょっとこの後あのこの残ったパスタいただきますので。本当？はい。ちょっとそれ私が取っとく。申し訳ないです。というわけで今日は、セブンイレブンのパスタ、いろいろいただきました。とっても美味しかったです。多分あの、このまあセブンイレブンじゃない、コンビニのパスタもたくさんあると思います。皆さんの好きなパスタは何でしょうか。ぜひ教えてください。私も初めてなんで何でもチャレンジしたいな。これほんならちょっとチャレンジしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとう。さあ混ぜてみましょう。うん、これ多分ね、俺美味しいと思うんですよね。美味しいものだと美味しいものは美味しいもののはずなんですよ。いただきます。でかいのよ、一口。あのね、食べたら分かるけど、うまい。あ、うまい。うん、あ、オッケーオッケー、食べたい。うん、何が立つんですか。わかんねえけど、こういうのもある。何味って言ったらわかんないけど、全然美味しい。最後、うん、おいしい。うん、ごちそうさまでした。